私はもうニャンはさ大丈夫じゃん、私はもう今風が寒くて嘘こういうことなんだ ね暑いよ暑いね暑いね、うん、いや皆さんもね経験あったら教えてください。なんかそう、もうすごいね、ずっとえサクタも後ろにとか書いてある、うん、後ろにお化けがわー、ね、それはそういうのは引っかからないよ。あ、ごめん、うん、ごめん引っかからないから、うん、誰か後ろにいない、ひどいよねでもいいね、なんかさこういう風にさ、うん、お互いがあの質問することってさなかなかないじゃん、うん、そうだよね。え、私もじゃあさちょっと最後に一個だけ残ってるか聞いてもいい？いいよ。好きな映画のジャンルは？好きな映画のジャンル？うん、意外と聞いたことないなと思って。確かに映画館行くの私好きで、うんうん、だからなおとなんかいつか行きたいなって思ったけど、映画のジャンルとかって結構好み分かれるじゃん。あ、確かに、うん、でもサクさんと会ったら本当にどこでもいいの嬉しいんだけどさ。本当に、うん、じゃあ特になんか、うん、それこそホラーとかさ、アクションかラブコメみたいな。でもなんかあの普通に、うん、普通にというかあのホラー映画行って、うん、キャーってなってほしい映画を、うん、映画見てわーってなるんじゃなくて、うん、キャーってなってるのを、キャーってなって私にこうやってうーってやってほしいでも多分私は無理だから私がさ、キャーってなってもじゃあ守ってくれないってこと？多分無理ちょっとそれは嫌だな、うん、そうだね、お互いなんだホラーはちょっとだからね、ホラーちょっとお互いダメなんで、うん、あの仮にホラーだったらうんいけるかな。私ホラー見ないな、怖くて。うん、じゃあ二人で見れるならアクションか、うん、ラブコメ、うんうん、とかですかね。キャラクターっていう映画すごい好きで、うん、知ってる？知らない。ちょっと後でさ見る、見てみる、予告みたいなの見てみて、うんうん、結構ね前なんだけど、うん、なんていうの、殺人というか、うんうん、ミステリーというかすごいね、うん、あーって感じ。私もうちょっとでも、うん、なんか映画とか見て、うん、負の感情になりたくなくて、うん、あ、そうなの？じゃあダメだ。なんかちょっとでもなんかさそれこそラブコメとかでもさ、うん、三角関係みたいな出てきたりするじゃん、うんうん、もうそれすらもうなんか苦しくなっちゃって胸が、見れん。なんで？ハッピーエンドしか見れないあ、最近で言うと私あのネットフリックスの地面師たち、うん、流行ってるよね。あれめっちゃみんな見てるよね。面白くて、見てる？さくたん見れないよ、だって怖いでしょ見てないよそんなの。見てほしい。見れないよ。え、すっごい面白いよ。いやなんか、うん、すごい面白いし、うん、あのみんな見てるから、うんうん、絶対いいね、うんうん、映画だっていうのは分かってるんだけど、うんうん、怖くて見れない。その踏み出せない。おお、いやでもめっちゃ面白い。でも確かに一人で見たら結構なんかあのグロいというか、うん、シーンがあるから、うん、なんかさあわかんない、配信出ていいかわかんないから言わないけどさ、うんうんうん、だからそうなんだ、うん、誰かと見るとかがいいかもね、うん、うん、でも話はさあれなんだろうね、私グロいの無理なんですけど、うん、すごい話がね面白いんだろうね、うん、みんながさ、うん、みんなめっちゃ面白いって言うじゃん。そう、それってすごくない？そう、なんかもともとあったそういう事件に、うんうんうん、もうを取り入れたなんかやつらしくて。あ、そうなんだ。そう、うんうんうん、すごいよ。だからえリアリティっていうか、リアリティあるのか、面白いし。うわ、うん、どうなんだろう、皆さんも見てたりするのかな。え、見てますか地面師、ね、皆さん見てるのかな、ね、私さ話せないけど、ね、皆さん見てたら、そうそう、じゃあまたさ、うんうん、ちょっと映画の話を今度しようね、いろいろ、しましょう。じゃあ次の企画に行きますね、うんうん、続いてはよいしょ、続いての企画は、うん、クイズ、このイラスト何の曲？で
時間は一人がお題となる乃木坂46の曲を